しょう。せいぜいやりやり。
ここがクローシェ様が連れてこられているところだな。クロワさんですね。意地でも実験の邪魔はさせないってわけか。いえ、あなたをお迎えに参りました。マスターのところへいらしてください。マスター？わかった、行こう。ここは…ようこそ我がラボへ。ラウドネス、クローシェ様をどこへやった？クロワ！クローシェ様！クロワ、助けて！クロワ！ラウドネス、クローシェ様を離せ！そんなこと言われて話すほどまだわしは落ちぶれてはおらん。マスターを連れしました。クロワ。アリス、やっぱりアリスだったのか。クローシェ様を話してやってくれ。どうしてこんなことになっているんだ。クロワはクローシェの味方。え？もちろんアリスの味方だよね。アリスの味方だって言ってくれたよね。それとも嘘つき？いや、アリスの味方だ。よかった。それじゃあお願いがあるの。なんだ？前にプレゼントしたリセットボタンを返してほしい。使い方思い出したから返して。アリスにとってとっても大切なものだっちゃ。これは、お願い、リセットボタンを返して。そう、ルカからもらったリセットボタン返して。ああ、すまない。これでいいか？うん、ありがとう。リセットボタン返してもらった。いや、来ないで。リセットボタンやっと取り戻せたよ。いや、ずるいよ。嫌な思い出全部アリスに押し付けて。アリス、嫌な思い出だけでずっと生きてきたよ。ごめんなさい。もう思い出すのも嫌だった。忘れたままでいたかった。無理よ、だって体験したことだもの。完全に消すことなんてできないよ。だからアリスを捨てたんでしょ。ごめんなさい。謝ることなんてないのに。だって私たちが一つになるだけ。このリセットボタンであなたとアリスは一つに戻れる。よかったね。ああ、助けて、クロワ、助けて。戻りたくない。アリス、一つ教えてくれ。そのリセットボタンは何のためのボタンだったんだ？クローシェという存在を本来あるべき一つの姿に戻すためのボタン。本来あるべき一つの姿。アリスはクローシェに捨てられた。クローシェ、小さい頃の忘れたい記憶。幼い頃、大衝動の IPD ラボで行われた数々の実験、その時の思い出。一生消えない心の傷、一生忘れない傷。でもその痛みを耐えられなかったクローシェは、自らの人格から幼い記憶だけを完全に分離し追放したの。それがアリス。なんだって？消したい記憶、でも一度経験してしまったことをそう簡単に消せるわけがないの。だからアリスは作られた。アリスはクローシェから追放された痛い思い出を背負わされて、
この世界からも拒絶されてずっと生きてきた。寒くて冷たくて痛い寂しい世界でずっと。その分離したアリスがクローシェに帰るにはリセットボタンで人格の初期化をするしかない。そういうことだったのか。アリスはずっと一人ぼっちだった。その間にさらにたくさんの深い傷を負った。クローシェ本人につけられた傷。でも大丈夫、その傷もひっくるめてこれからはクローシェの傷になるから。クローシェ、一つに戻るよ。今まで忘れていた傷、新しくできた大きな傷も一緒に。クローシェ、一つになろう。あれ？戻れない。今だ。はぁ、クローシェ様、逃げましょう。乗れ、逃がすものか。攻撃します。させない。クローシェ様、行きましょう。うのれ。なんとか逃げられましたね。でもこのままではまた捕まるのも時間の問題よ。この世界にいる限りこのことは何度も繰り返される。
クローシュ、戻ってきたのですね。これから探しに行くところでした。クエーサーリカル、あなたとマスターに会いに来たわ。はい、喜んで。いつ来ても不気味なところだな。静かにして、気が散るでしょ。すみません。マスターがいらっしゃいました。クローシェ。クローシェ様。クローシェ、アリス、辛いよ、痛い、寒いよ、心細いよ、戻りたい。来ないって。アリス、クローシェに戻りたい。アリス、お家へ帰りたい。いや、いやよ、いや。クローシェ様、大丈夫です。俺がついていますから、しっかり。アリス、お家、帰りたい。ルカ。列車、お母さん。あなた。バッツ、お父さん。アリス、家族のこと。みんなでご飯食べたい。お母さんの子守歌聞きたい。お父さんに肩車してほしい。お姉ちゃんと一緒に寝たいよ。毎日投薬と検査ばかり。誰もいない。友達なんていなかった。隣の子は次々と連れて行かれ、誰も帰ってこなかった。次は私の番だって。次は私が帰ってこなくなる番なんだって。毎日そんな記憶忘れてしまいたい。もうなかったことにしてしまいたいの。レイカちゃん、レイカちゃん、頑張って。また一緒に遊ぼうよ。私、レイカちゃんがいないと寂しいよ。だから、レイカちゃん、早く家に戻ってきて。ルカ、ごめんね。あなたのこと、一緒に切り捨てていた。ごめん。レイカ、お母さんがついてるから、頑張って。大丈夫だ。気合い入れれば失敗なんてしやしない。お父さん。私たちはいつもレイカと一緒にいるわ。だから安心して。思いっきり行ってこい、レイカ。レイカは強い子。だから絶対に大丈夫。だって、私の子だもの。私、受け入れる。アリスを受け入れます。クローシェ、アリス、おいで。私の記憶、もう一人の私。さあ、いらっしゃい。クローシェ、
ずっと一人で寂しかった。ずっと怖かったよ。ごめんね、アリス。ごめんね、もう一人の私。今までずっと辛いことを押し付けてきちゃって、ごめん。よかった。クローシェ、アリス、クローシェの中に帰りたい。自分の家に戻りたいの。ええ、もちろんよ。戻っていらっしゃい。本当に？本当にいいの？ええ、だってアリスは紛れもない私自身。あなたと私は二人で一人。あなたを受け入れないことは私を受け入れないこと。今の私があるのはあなたが頑張ってくれたから。ラボであなたが頑張ってくれたから、私は巫女になることができた。ありがとう、アリス。そしてお帰りなさい。アリス、いらない子じゃなかった。クローシェにとっていらない子じゃなかった。もちろんよ。クロは、リセットボタン持ってるわよね。ああ、お願いします。わかりました。クローシェ様。レイカちゃん。レイカ。レイカ。ルカ。お父さん、お母さん、私思い出した。レイカちゃん。小さい頃の記憶、幼い頃の幸せな記憶。ありがとう、お父さん。ありがとう、お母さん。ありがとう、お姉ちゃん。レイカ、ねえ、クロは？どうしましたか？私、やっと本当の私に戻れたのね。長かった。ずっと消えた記憶と孤独を抱えて生きていた。ありがとう、クロは。私をここまで連れてきてくれて大好き。パラダイムシフト。びっくり、あなた普通じゃないわよ。あれだけ崩壊しきった世界で、私ですらもわからないこの世界で第8階層をクリアするなんて。俺も別にわかってるわけじゃない。ただクローシェ様が一番幸せでいられることだけをいつも考えている。さあ、早くパラダイムシフトしてらっしゃい。あ、